寒いよ、みゆくん。まあ冬だし、っていうか私はハグミが寒いって元気なさそうにしてることが驚きだけど。元気はあるけど、ハグミだって寒いよ。せめて雪でも降らないかな。雪が降ったらもっと寒いでしょう。でも雪が降った方が綺麗だし楽しいし。言ってることはわかるけど、私は雪に対してそこまで前向きな感情はないよ。あ、ねえみーくん、スキー場に行きたくない？うん、全然行きたくない。なんで？スノボとかスキーとかしたい。私はそんなでもない。なんで？いや、なんでって。はぐみちゃんたちスキー場に行くの？私も行く。え、ひなさん急に出てきますね。わ、ひなちゃんだ。やっほー、やっほやっほー。スノボ久しぶりだからめっちゃ楽しみだよ。ルンルンだよね。いやいや、ひなさん落ち着いてください。行きませんよ。え、なんで？楽しそうだし行けばよくない？だよね、だよね。いや、そんな簡単には。ほら、みんないろいろ予定とかもあるだろうし。ないよ。えっとクックックえ？極寒の地に舞い降りし氷結の女神。それと、なんちゃらの共演が。またちょっと変な子が来た。やっほー、あこちゃん。ひなち、みんなこんにちは。突然だけど、あこもスキー行く。あー、やっぱりそうなりますか。やったー、このメンバーで行ったら絶対絶対楽しいね。いや、このメンバーはまずいでしょう。決めよっか。スキー場に行きたい人。はーい、決まり。待って、わかったわかったから落ち着いて。みんな、みーくんは行きたくないの？行きたくないっていうか。え、やっぱり行きたくないの？あーっていうか、やっぱり私も行く感じなの？じいや、あのさ、じー、ああもう分かった、諦める。行きますよ。やったー。はあ、この3人だけでスキーに行かせるのはさすがにまずいし、今回は仕方ないか。それでいつ行こっか。次の土曜日でいい？アコはオッケー。あ、ちょっと待って、スケジュール確認するから。うん、私もオッケー。私も平気だけど。それじゃあ土曜日に決定。駅前のバス乗り場に集合だよ。ああ、そうだ、私もう一人連れて行ってもいい？もう一人？誰誰？それは秘密。なんで？秘密ってなんかルンってするでしょ。待ち合わせの日に連れて行くから、お楽しみに。ひなさんが連れてくる人、不安すぎる。ああ、スノボとか行くのいつぶりだっけ。ま、行くって決めた以上は楽しもう。あのメンバーで普通に遊べるかは分かんないけど。みーくん、おはよう。はいはい、おはよう。今日も元気だね。当然だよ、だってこれから雪がたくさんあるところに行くんだよ。その理由で元気になるの、なんかもういろいろ通り越して羨ましいよ。あ、二人ともおはよう。白銀の竜と闇の眷属との、コラボか。え、何それ、どういう意味？は、おーい、みんなー
連れてきたい人だったんだね。そうだよ、まやちゃんこの前の収録でとちった時にすっごい顔でどこか遠くへ行きたいって言ってたから。あー、それ絶対にひなさんが考えているような意味じゃないと思います。ちょっと話が見えないんですけど、今日自分はどうして呼ばれたんでしょうか。え、ひなさんから何も聞いてないんですか。え、自分は昨日。あれ、電話だ。え、ひなさん。はい、ヤマトですが、今日はどうしたんですか。あ、もしもし、明日の朝7時に駅前のバス広場に集合ね。遅れないでね。え、あの、切れてる。という感じで、とりあえず来ただけなので何が何だかよく分かってないんですが。ひなさんっぽい。っていうか、それでよく来てくれましたね。乗ってからお話ししようよ。そうだね、そうしよっか。え、高速バス？これはどういう。ヤマトさん、今は諦めて乗りましょう。うん。ゲレンデの端っこで雪だるまでも作っていますから、皆さん楽しんでいただければと。ちょっと待って、ヤマトさん、大丈夫ですよ。やったことなくても私とかハグミが教えますから。うん、ハグミに任せて。いえ、でもそれでは皆さんが楽しめなくて迷惑になりますし。そんなことないですよ。むしろいてくれないと、この3人を私が1人で何とかしなくちゃいけないんで。え、美咲ちゃん、なんか言った？何も言ってません。ですが、やっぱり自分としては皆さんに迷惑をかけたくないですし。本当に気にしなくて大丈夫ですから、お願いだから一緒にいてください。お願いだから。みーくん、そんなにまやさんのこと好きだったんだね。あの、っていうか、いきなりスキーとかしなくてもゲレンデには雪遊び広場とかもあるし、まずはみんなで雪に慣れればいいと思う。え、そんな場所があるんですか。あ、本当だ、パンフレットに書いてある。おお、それなら自分も楽しめそうです。よし、じゃあ着いたらみんなで雪だるま作ろうよ。あぐみ、それすっごくいい、珍しくナイスアイデア。ありがとうございます。自分も雪だるまを作るのならお役に立てると思います。精一杯頑張ります。着いた、すっごい、見て見て、周りが真っ白、めっちゃ綺麗だね。うわ、自分、雪なんて本当に久しぶりに見ました。ちょっと感動しますね。確かに、ちょっと空気は冷たいけど、でも、澄んだ空気が美味しいです。息をするたびに、体の中がスーッとします。ですね。正直、あんまり乗り気じゃなかったんですけど、来てみるとちょっといいかもって思います。ねえねえ、早く雪遊び広場に行こうよ。わかったわかった、行きましょう、ヤマトさん。はい、なんだか自分もワクワクしてきました。ここが雪遊び広場ですか。あ、道具もいろいろ貸してもらえるんですね。結構ちゃんとしてますね。スコップにバケツに一通り揃ってるんだ。雪だるま作るんだよね。どんなのにする？す
ごいやつにしない？自動で動くやつとか。それはいくらなんでも無茶ですよ。あ、じゃあミシェルは？ミシェル作りたい。ちょっとだけ現実的になったけど、それでも難しくない？いえ、できるかもしれません。ミッシェルさんって丸みを帯びたパーツが多いので雪だるまに向いていると思いますし。え、そうなんですか？いくつかのパーツに分けて作れば多分。やってみようよ。まやさん、はぐみは何をすればいいの？あ、では北沢さんはあこさんと一緒に大きな雪玉とそれより一回り小さな雪玉を作ってください。ミッシェルさんの胴体と頭ですね。私は？ひなさんはバケツと水を使って円柱をお願いします。それを腕にしましょう。腕か、爪とかあったっけ？細かい装飾は後でも大丈夫ですから。ま、とりあえずやってみよっかな。ヤマトさんすごいですね。あの3人にこんなに的確な指示を出せるなんて。え、自分は特別なことは何も。いやいや、私から見たらすごいですよ、本当に。あ、それで私は何をしたらいいんですか？奥沢さんはミッシェルさんの造形に詳しいと思いますから、装飾とかをやってもらえると嬉しいです。え、いや、すみません、私ミッシェルの外見とかそこまで細かく知ってるわけじゃないんですよね。何せいつも中から見てるんで。そうなんですか？そうなると困りましたね。実物があれば一番だったんですが。え、これってミッシェルだ。しかもちょっと冬っぽい服着てる。あ、はい、わかりました。ちょっと着替えてきますね、ヤマトさん。あ、はい。なんだか突然で驚きましたけど、全然動じないんですね、奥沢さん。すごいです。いや、なんかもう慣れました。それもどうなのかなって思いますけど。マヤさん、雪玉できたよ。あ、それではその大きい方に小さい方の雪玉を乗っけて、境目を雪で埋めましょう。重たくて無理だよ。自分も手伝いますので。せーの。まやちゃん、腕できた。これでいい？なあ、はい。そのままくっつけて雪で固定しましょう。オッケー。おりゃするの？それは。どうも。あ、ミッシェルだ。なんでここにミッシェルがいるの？ミッシェルの雪だるまを作ってくれてるって聞いたから手伝いに来たんだよ。そうなんだ。うん、一緒に完成させようね。それじゃあひなさん、このミッシェルさんを見ながら目や装飾を作っていきましょうか。了解。目はこんな感じで、帽子はこうで、服はこう。はやっ、ていうかうまっ。ひなさんって何者？できた。すごっ、そっくりですよ。おお、ミッシェルが2人いるみたいだよ。何この完成度。この人実はすごいんじゃ。すごくいい出来じゃないですか。ひなさんさすがですね。でしょ？この表情とか結構自信あるかも。自撮りしてミンミンに送っていい？あ、それならみんなで撮ろうよ。あ、私もお姉ちゃんに送ろっかな。いいですね。それじゃあ撮りましょう。セルフタイマーにしていきます。
ミッシェル雪だるまは完成したけど、次は何しよっか。やっぱり雪遊びといえば雪合戦でしょう。アコも賛成。我が読みの力を持ってバーってやっちゃうぞ。雪合戦ですか。うまくできるかは分かりませんが、やってみます。雪合戦、え、この格好で。じゃあチーム分けだね。で、このチーム分けになるんだ。ひなちん、ミスル絶対勝ちましょう。3対2だし余裕でしょう。マヤさん頑張ろうね。はい、人数では不利ですが最善を尽くしましょう。それじゃあ行きます。そいやー。ああ、危な。北沢さん、あっちは3人です。まともに投げ合ったら勝てません。分かってるけど、でもどうするの。自分が雪玉を作りますので、北沢さんが投げてください。あ、分かった。いくよ。それ。うお、どんどん行くよ。それ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 。はぐみちゃんの投げる球めっちゃ速いね。楽しい。あんなの当たったら痛いから絶対やだよ。そうだ、ミッシェルに隠れながらやれば安全かも。みさきちゃん、ちょっと失礼。いや、それはちょっとひどくないですか。北沢さん、いい感じですよ。隙を見てゴーを作りましたので、ここに隠れながら投げましょう。おお、ナイスだね、マヤさん。よし、任せて。ひなち、負けてらんないよ。どんどん投げよ。それ。なっ、おりゃー。あは、はぐみの雪玉が当たるのはわかるけど、絶対後ろからアコとひなさんのも当たってるよね、これ。まあ、でも衝撃があるだけで痛みとか冷たさは全然ない。この新しいミッシェルのおかげだとしたら、なんだかんだ言ってあの黒服の人たちってすごいのかも。そういえばひなちん、うん、なに。雪合戦って何したら勝ちなの。なんだろう。ねえ、雪合戦勝ち負けなんてないよ。楽しかったらみんな勝ちだよ。北沢さんらしいですね。それならそろそろ終わりにしない。私ちょっと腕が疲れてきちゃったよ。じゃあそろそろ滑ろうよ。マヤさん、どう、雪には慣れた。あ、はい、雪は大丈夫ですけど。じゃあやってみようよ。そうですね、せっかくゲレンデまで来ましたし、皆さんと一緒ならなんだかできる気がしてきました。自分チャレンジしてみます。おお、マヤさんかっこいい。ま、私もちょっとは教えられると思いますし、やってみましょう。はい、皆さんよろしくお願いします。皆さんスノボなんですね。自分もスノボの方がいいでしょうか。スキーの方が怖くないイメージがあるのですが。確かに足が固定されてるスノボの方が怖く感じるかもしれないですね。スノボは横に滑ってくけど、スキーはまっすぐ滑れるから怖くないのかも。アコはスキー派だよ。私はどっちでも行けるから、途中で交換でもしてみようかな。さすがひなさんですね。それじゃあ自分はスキーにしてみます。みんな準備できた。はい。よし、それじゃあ行こう。板を履いたのはいいんですが、これどうやって歩くんでしょうか。歩いても歩いても後ろに下がってしまって。ガバガバーって歩けば大丈夫だよ。
ガバババーと言われても。ガバババだよ、それは傘だよ、マヤさん。全然わからないんですが。アコはシャシャーって感じだと思う。アコちゃん、それは違うでしょう。スイスイスイって感じじゃない？もう何が何やら。とりあえずガニ股気味にスキーの板を進む方向に対して斜めにして少しずつ歩くといいかなと。なるほど。お、本当ですね。これなら前に進めます。よし、そのままリフトにレッツゴー。これからリフトに乗るよ。はい、初めてなので不安ですがやってみます。マヤちゃん大丈夫？リフトは止まらないから前の人が乗ったらすぐにシャッと行ってバッと乗る感じだからね。シャッと行ってバ？この状態で動いているリフトに乗るんですか？そうだよ。それは絶対無理だと思います。せめてもうちょっとゆっくり。大丈夫、やってみたら案外簡単だから。なんならはぐみ、横でタイミングを教えてあげるよ。あの、不安なら板を一度外して手に持って乗っても大丈夫なんで。え、そうなんですか？はい、とりあえず上まで行って滑る練習をしてればリフトも乗れるようになるんじゃないかなと。そうですね、今回はそうしてみます。すみません北沢さん、応援してくれたのに。ううん、はぐみは全然大丈夫だよ。着いた。これで初級者コース。結構勾配が急ですね。滑ってみると意外とそんなことないんじゃないかな。うんうん、そんなにスピードも出ないし安心だよ。というか今更だけど私この格好でスノボできるのかな。前が見えてれば大丈夫大丈夫。そんな簡単に行きますかね。で、早く滑ろうよ。自分はどうすれば。大丈夫、マヤさんはハグミと一緒に滑ろう。はい、よろしくお願いします。任せて。滑り始めたらまずはバーン滑るんだよ。あの止まるときはこうザザザーって止まる感じで。ザザザー。さあ行ってみよう。わかりました。ヤマトさん、足がプルプルしてるけど大丈夫ですか？大丈夫です、行きます。ありません。自分がせっかく教えてもらってるのにザザザーの感覚がつかめなくて。どうします、一度下まで歩いておりますか？いえ、それも迷惑になりますから、なんとか頑張ってみます。本当に？あんまり無理しないでね。そうだね、怪我したら意味ないしさ。そうですね、気をつけます。スキーは難しいですね。足元が安定しなくて、うわ、両足の板が離れて。腰を下げて膝
ことでしょうか。うん、多分そう。なるほど、やってみます。おお、ちょっと安定しました。はぐみ？ああ、でも今度は勝手に滑っていっちゃいます。止まるときは膝をこうやってギューってするといいよ。ギューですか？うん、膝を内側に向けてギュー。ギュー。おー、止まりましたよ北沢さん。すごいすごい、まやさん滑れてるよ。まやちゃん、その調子。はぐみがちゃんと言葉でスキーの滑り方を伝えようとしてる。北沢さん、曲がるときはどうしたらいいんでしょうか。足元じゃなくて前を見るといいんだよ。前？前？自分の進む先。わかりました。進む先を見る、進む先を見る。すごい、回れてる。なるほど、進む先を見ておくと体がその方向を向くから結果的に曲がっていくってことなんですね。自分ちょっと分かってきました。おー、まやちゃんがちゃんと滑ってる。めっちゃいい感じだね。そのまま下まで行っちゃおう。はい、行きますよ。あーこも行くよ。私たちも行きましょう。ひなさん、そうだね、ちゃんと滑るの久しぶりだから楽しみ。まやちゃん、こっちこっち。あ、はい。ぎゅーってするんだけど体はゆるーっとリラックス。ゆるー。そうそう、いい感じ。まやさん、あとちょっとだよ。はい、ゴール。お疲れ様。おめでとう、まやさん。ヤマトさん、後半はほとんど転ばずに滑れてましたよ。はい、北沢さんのおかげです。はぐみは何もしてないよ。まやさんが自分で滑ったんだよ。いえ、北沢さんが丁寧に教えてくれたおかげで滑り方が分かったんです。本当にありがとうございます。それ本当？ちゃんと伝わってよかった。まやちゃん、どうする？この調子でもう一滑りする？自分は今のコースを転ばずに滑りたいです。お、まやさんやる気だね。はい、今日はとことん滑りますよ。あくもあくも、さあどんどん滑るぞ。じゃあ次は競争でもする？負けた人は罰ゲームね。また唐突にすごいこと言い始めましたね、ひなさん。初めてからはあっという間だった。でもまやちゃんも滑れるようになったからよかったと思う。はい、まだうまくは滑れませんが、皆さんのおかげでスキーの苦手意識はなくなりました。本当？本当です。滑り方を覚えているうちに何度も通って忘れないようにしたいなと思います。じゃあさ、今度また一緒に行こうよ、まやさん。はい、ぜひ。北沢さんにはもっとスキーやスノボの滑り方を教えてほしいです。うん、はぐみのわかることなら何でも聞いて。ねえねえ、みさきちゃん。何ですか？まやちゃんが運動のことであんなに楽しそうなのって珍しいんだよ。え、そうなんですか？まやさんってパスパレだとあんな感じじゃないの？あんな感じなんだけど、なんていうか、もうちょっと頭脳系？
頭脳系。まあそういう印象はわかる気がします。そういえばアスパレって最近はどんな感じなの？みんな考えてることも違うから面白いって感じ。仕事も増えてていろんなことができるから私は結構楽しいかな。リーダーは綾先輩なんですよね？そうなのかな。綾ちゃんって全然リーダーっぽくないけどね。そうなの？けどすっごく可愛いよね。綾ちゃんは可愛いっていうよりやっぱり面白いだと思うな。っていうか改めて考えてみると私たちってお互いのバンドのことをあまりよく知らないですよね。でもロゼリアとか大体想像通りかなって思うけど。ひなさんから見たロゼリアってどんな感じなんですか？最初は苦しそうって思ったけど最近はそうでもなさそう。お姉ちゃん見てるとそう思う。練習は厳しめだけど苦しくはないよ。あ、でもやっぱり練習は厳しいんだね。うん、アコたちは最高の音楽を目指してるから。うわ、ものすごく意識高いな。あ、そうだ、ロゼリアにいる時のお姉ちゃんってどんな感じ？さよさんはいつもめっちゃ正確って感じだよ。譜面もほとんど間違えないし先生みたいなんだ。でも最近は前よりもかっこよくなった気がする。正確さだけじゃないっていうか。あー、そうなんだ。さよ先輩は厳格ってイメージありますよね。家でもそうなのかな？そんなことないよ。まあ厳しい時もあるけどいつもは優しいし。へえ、なんかちょっと意外って言ったら失礼か。ハロハピはどんな感じ？うちはトラブルメーカーが多いからね。私とかカノンさんが振り回されてばっかりだよ。ハロハピも面白そうだもんね。なんかこうはちゃめちゃって感じ。どういう感じですかそれ。あ、でも今日みたいなハグミはちょっと珍しいかも。え、どうして？ハグミって言葉で説明するよりまず行動ってタイプでしょ。でもヤマトさんにスキーを教えるときハグミなりに頑張ってたっていうか、ちゃんと分かるように伝えようとしてた気がして。そうなの？確かにハグミちゃんに教わってからマヤちゃん上手に滑れるようになってたね。同じバンドでいつも一緒だからですかね。いつもよりちょっと大人っていうかそんな感じがしたんですよ。褒められてるよハグミ。ちょ、別に褒めてるわけじゃ。はぐみ？寝てる？あ、まやちゃんも寝てる。慣れないことして二人とも疲れちゃったんですかね。よーし、じゃあ今のうちに顔に落書きしない？ひなち、それめっちゃいい。あこ、かっこいい落書きするよ。いやいやいや、そーっとしておいてあげましょうよね。へえ。二人ともお疲れ様。